整いました。信念とかけまして、ぷよぷよと解きます。24で割り切れるでしょう。嘘だと思う方はぜひ計算してみてください。はい、ということで皆さん明けましておめでとうございます。モコと申します。ぷよぷよの方はですね、今私このプレステ4を使った B 級リーグというのを参加していまして、現在1月9日現在で私1位でございます。っていうのも僕だけ負けなしです。3戦してて負けなしです。まあいろんなその対戦の時の状況とかいろいろなものを噛み合った上で、まあこのまま本当にトップ突っ走って皆さんに優勝しましたよっていう報告できるようにね、頑張っていこうと思っております。はい、で B 級リーグの試合は随時アップしておりますので、そちらの方ねよろしくお願いいたします。ということで、もう早速ね、今日はねもうぷよぷよ特集ということでやっていこうと思うんで、皆さんぜひ見ててくれよなぁ。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いいたします。ちょっとこのレッツ何しも使っていきますか。俺のウィッチお前使ってくれてんじゃねえや。よいしょ。ここはしっかりちょっともう俺の独自の連鎖をね、組んでいってね、敵を倒していこうかなと。これとかちょっと、これはもうこうやって一回、今これ全消しモードなんですけど、持ち山風かも、全消しで。相手の多分本線もかなり弱いから、これ正直。オールグリーフ。で、ここもしっかり折り返して、間違えた。で、ここはあえて本線につなげてないことによってもう一度組み込めるっていう、この本線を。で、これで発火する。一応連鎖に全部繋がるはずだから、これも逆転になるよ、これ。このようにしてね。まあ、これが本当に基本的なぷよぷよの今後の戦い方になっていくのかなと思います。ありがとうございます。はい、ぷよ大臣、グランドマスターズ、新潟の12位、マノスケ25さん、よろしくお願いします。このグランドマスターズっていう、なんだろう、この肩書きはすごい強くって、レートこそ7000台だけれども、めちゃめちゃ強い、相手出る可能性が高いんで、ちょっとやっていこうかなと。どういうあれなんだろう、立ち回りしてくるんだろう。もう俺ほんと最近実戦に実戦を重ねてるからね、もう積み方がマジガチになってきてるから。どうしよう、ここは一旦ここで置いて、ここで一回この牽制入れます。牽制をで、多分相手も打ってくるんで、悩んでるってことは多分あの上に、多分本線だな、これ。あの上にあるんですよ、色が。ほらね。なんでかって言ったら、ここで打ったら、俺が、こうやって逆転していくんじゃねえかなと。もう逆転できないんですよ、こうやって。だからやっぱ本当に上級者って本線打つタイミングをすっごい選ぶのよね。やべ、ミスった。これミスったわ。もうじゃあいいや、適当でいいや、もう。上級者の本当にすごいのは、やっぱ、打つタイミングめちゃくちゃ選ぶから、なかなか本線打っても、本線打つってことは巻きを意味するからね、基本的に。これは結構大げさに聞こえるかもしれないけど、マジなんですよ。本線打つっていうのは大体負けるんですよ、本線打つと。ぷよぷよ本線打ったら負けます。基本的にはね。ものすごいドデ、おしよし、これは勝てた。これ今の俺の2ジャブが刺さった。本線打ってる間に、もうなんか連鎖を一気に飛ばされちゃうから、だからこそさっきあの人は悩んだんだよ。
まあ、結果としてやっぱ正解でしたけど。で、あ、ちょっとどうしよう。これも俺の、もう俺最悪。このね、この感じ最悪なんだよね。あ、二択にしたかったな。仕方ねえか。で、相手が、あ、打ってきた。これはちょっと俺本戦発火できたけど、正直弱い。あの、青で終わってるから。相手がそこに気づいてるかどうか。あ、気づいてないね。気づいてない。気づいてなかった。多分、相手もしっかり連鎖秒で入ってると思ったから、今の試合は。あの、伸ばしに行ったと思うんですが、多分それに気づくのがちょっと遅れたんだよね。はい、マッチングいたしました。デミセック19183さんよろしくお願いします。山形の1位。山形の1位だそうなので、ちょっとここはしっかりもう、やっぱ俺の大阪のね、意地を見せてやろうかなと。あ、間違えた。あー、俺何この。クソだな、この連鎖とかもう。やばい。あ、あやばい。よし、これで真っ赤しましょう。で、この相手の10連鎖を、相手のこの発火をしてる間にもう俺が、次の連鎖組まなきゃいけない。このようにしてねー、これでも返せないか。このセカンドででもギリギリ返そうなんだけど。あー、帰ったけどこうなっちゃうんか。いいね、でも全然。もうバッチコイだよ、もうバッチコイ。うわぁ、ごめんね、もうこれセカンドが、セカンドが終わってる、俺。セカンドが終わってんな。多分6連勝で足りない。あー、相手の方がでかかった。これも相手に軍配ですね。正直、俺のセカンドが追い詰めが足りなかった、絶対に。あんだけ時間があったらもっとちゃんとした形で8連鎖とか9連鎖組めたはずなのに、それができなかったのは俺が弱い。だからやっぱ今みたいなのがぷよぷよの醍醐味だよね。さて、ちょっとここは次はもうしっかり中盤戦を意識して二ダブ。二連鎖くらい。一連鎖くらい。4連鎖ぐらい。よし。まあ、連鎖ばかりじゃないんで、やっぱほんと連鎖ではなんかしっかりこういった中盤戦を意識して勝っていくのが大事だけど、前傾姿勢はちょっと苦手なんだよな。やっぱみんなこの、やってくるよ、このピュアテトのガサガサガサってやつ。もう俺打っちゃうもん、うぜえから。あー、これ受けられるのもう超やだ。もう受けられるの超やだ俺。一回受けて、これどんねんしていく。あー、相手がうまかった。これはもうふざけんなよ。あー、やっぱ弱いな俺は。はい、マッチングいたしました。鬼連鎖マスターのレートが9880、鬼ワールドスター A、TTHGMT さんよろしくお願いします。多分結構もう動画内でもね、何度も試合してる方だと思うんですけれども。ちょ、やっぱこのルルにね、やっぱ可愛がってほしいよね、みんなね。ルルやっぱ、エロいからな。さあ、ちょっとここはこの俺の得意の、クソみたいな連鎖系で、しっかり。あまりこの形いいとはされてないけど。ちょ、ここはまず、でかい単発で様子見します。したら相手が、あれなんだ。ちょ、ここはもうしっかりもう、連鎖を固めていこう。これ伸ばしやすい形まで持っていけたんで、あとは相手がどんだけ、やってくるかみたいな。
これミスってるな、俺滑ってるわ。俺連鎖を伸ばしほんと下手になったな俺。てかやっぱ中盤戦最近しすぎでもう連鎖をなんか伸ばし方忘れた。でも悲しいプーラーになっちゃったな。俺はもう全て忘れちまったよ。あーミスった。やべ。あーどうしよう。あ、オッケーオッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。あーこれ、爆発しないよね、これ。爆発しないよね、これ。あ、ただ、そこの赤使っちゃうせいで、連鎖が1個削れるんだけど、まあ、9連鎖トリプルだったら多分これで返せる、絶対に。返せる、返せる、返せる。うおー、俺の懐かしき連鎖。9万点出たけど。もう前傾戦苦手、俺。よし、ここはちょっとお互いがもう場を濁していく形で。で、しっかりここも折り返せる形にしといて。ゴミだな、本当に俺、なんか。形が悪すぎる。形が悪すぎ、ワロタ。ここちょ、二ダブ刺したい、二ダブ。二ダブ刺したい、ここ。ここの二ダブを刺していき、で、相手の本線を、ふざけんなよ、ゴミがよー。マジでー。はい、マッチングいたしました。ですね、名前の、リーグ昇格チャンスをかけていらっしゃるということなんですけれども、ちょ、名前の方がちょっと出てこないです。ちょ、待ってくださいね。はい、TKK、マット、マウスさんよろしくお願いいたします。対戦の方よろしくお願いいたします。さあ、僕の方がね、しっかりこのウィッチを使っていくことによって、まあ、全てを破壊していくというスタンスでやっていこうと思っているんですけれどもなんかテンションがちょっとおかしくなってますけれどもねちょっとこれはね、僕いきなりからこの3ダブ打っちゃいましたよ。もうで、相手の太陽がまたうめえんだこれ。わかる？今、瞬時にさっと切り替えていったの。あ、やべえ。あ、違う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 。まあ、いいんじゃね？これで。オッケー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 。で、ちょっと高く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 しといて。これも俺、ここで一応クッション言葉を挟んでいくと。で、これで俺はもうこれで発火でいいんですよ。で、相手がもう多分あそこまで使っちゃったらもうあそこか、しかもあの首にクソの形からもうリカバーできないと思うんで、こっちはもう11連鎖構えてるってことで、もう発火でいいんですよ、これは。まあなんか結構意外と中盤戦でしっかり、お互い対応し合うみたいな感じの試合だったと思います。まあ、カンストでだから結構、その、やっぱ対応力とかっていうの、カンストしようと思ったらこのゲームって何が必要かっていうと、やっぱ安定感なんですよね。安定して勝率を得るっていうか、その連鎖力とかそういうんじゃなくて、これはもう赤で発火します。もうこれは発火するしかなかった。で、大体の場合はこうやって俺がもう発火させられちゃうと、あそこで相手様も、あれ黄色発火しないの？黄色発火しないの今の。発火したら多分返したと思うけど。本来だったら今の試合で負けなんですよ。っていうのも先打ちも誘導されて、で、相手がもう、そこそこ残してもよかったから、連鎖を、その間に伸ばされて、打ち返されるみたいな、そういう負け方が多いんです。たまたま相手が見誤ったのか、あれ打っても勝てないと判断したのか、どっちかですね。はい、マッチングいたしました。TKK マットマウスさん、再びよろしくお願いいたします。はい、ちょっと待って、これ俺が、付き合ってもらえますよって、このウィッチのさ、このスタンプみたいなの超可愛いんだよねー。
付き合わせろよマジで。いやウィッチはああ見えて多分ド M だからな。そんなウィッチとやっぱねいろいろ、ね、やらせていただきたいよね。って関係ない話題置いときまして、まあちょっと本当にここはねしっかり俺が、あ待て待て待て、どうしようかな。これね、これ上に紫置いたけども緑は残んねえんだ。あ、緑になってました。これしかもでかい、多分紫まで入るんじゃないこれ。これ紫入るよな、これ紫入るよね、これね。究極の奥義、やべ、相手の方がでかい。相手の方がでかい。相手の方がでかい。相手の方がでかかった。マジかよ、今の。火力勝負では勝てんということか、結局。お互い中盤戦全くしなかったもんな、今の試合な。やべ、しかもちょっと、俺これ潰しに行くわ。ああ発火された、やばい、これまずい、まずいけど前ギリギリ、俺これ大丈夫やろ。違う違う違う、どうしようかな、これやばいな、やばい、わかる、今のテクニック、まあ、今のテクニックを使ったところで意味がなかったんですけど、だー終わった、もうくい。はい、マッチングいたしました、再びよろしくお願いいたします。 TK ゲームマットマスターさんです。もうちょっとこのかなり連戦になっちゃってるんですが、このアルルも可愛いんですよね。スタンプがてかマジで可愛いんだよ。なんかラインスタンプみたいな、なんかこれ追加してくんねんから、なんかぷよぷよのなんかラインスタンプあるの知ってます？ぷよぷよのキャラの。そのスタンプの中なんか第2弾として、なんかこのなんか、プレステ4版のなんか、ぷよぷよのこのなんか、キャラクターのアイコンみたいなのこれ追加してほしいわ。これはね、俺が、ちょっと待って、かなり、俺この形ほんと多いな、この、自分の首を絞めるスタイル。これ一回ここで発火しますか。リブソー。なんでやねん。この低い形もあまり良くないというか、ちょっともうやむを得なくちょっと単発を一発打っていく。でこの2ダブをまず打ちます。で相手も多分対応はして、あ、できないか、でもいや俺この形、このクソみたいな形マジで多いな俺。 OK、 よし、連サビで黄色とか入れたかったけど、まあ無理だし、相手がまあ多分伸ばしてくる、発火が遅ければ、あーでもダブルで入ったから多分これは勝ったやろ。ちょっとちゃんとセカンドも組んで、よし、オッケー、セカンド6連鎖くらいありましたね俺ね。で3戦目と、うわ、俺なんだこれ。まあ、いや、こうなった場合はもう普通に、もう GTR で、いいと思います。これダメだな。
はい、これで、まあ一応、割と、まとまった形には、なったので、よし、いつ、もう赤で爆発するわ。あの赤で爆発するとこが何とかなれば、何とかなれば、ここが、ここなかったら14ぐらいあったよ。でも結構削れたのになぁ。もう弱え。弱え、マジで。あそこの爆発はでも、ああ、だから結局、ああいうの爆発ですね、GTR はね。あそこ同じ色にしてると、マジで悔しい。最後多分めっちゃいいの場所ができただけに。はい、マッチングいたしました。オニプヨラ、レートが9099、プロビジョン1、出身京都、地域順位4位、全国順位147位ということでやっていきましょう。まあ、いい試合ができたらなと思います。で、俺の場合はもうこのようにして、もう先にこうやってもう、がっつりとやっちゃうタイプ。この低くもうね、俺もうわかる。もうこれでもう第二折り返し完成してるのわかる。これなんだよね。あ、これミスった。ちょっとミスったな。もう第二折り返しが前完成してるのわかりますこれ。で、相手が打ってきている。あ、これミスったわ。うわー、そこに入るか。あ、そこに入るか。もう、いや、これ撃とう。じゃあもう撃とう。しゃあない。相手がでも結構いい感じの連鎖組めてるから、しっかりがっつり伸ばされたらもう俺の勝ち目ないね。ただ、俺としてもこのように連鎖にして、関してはもう、いいものを持っていると。てか、個人的になんか一戦目のなんかあの低い感じの第二折り返しいいな。あれいいな、なんか無駄になんか連鎖日とか入れようとせずにもうさ、あそこで折り返してしまえばなんか、見た目もかっけえし、なんかあれ、ちょっと使っていこうかな。なんか気に入っちゃった。ここはもう広い GTR で。で、こう、例えばこういう時とかに、ま、いっか、こうやって、こういって、もうこれで、はい、これでもう折り返して分かります?で、これ相手がもうでかいから打っちゃいましょう。これでも10、あ、9連鎖あるか。ただこれに関しては正直もう、あ、でも、いや、10あるけど、相手の連鎖もでかい。だから連結で負けてる。いや、でも相手9なのか。相手9だけど、8連鎖、あ、じゃあ7連鎖目が、え?違う、全然9だろ、なんだろう、嘘つきすぎやろ、さすがに俺。はい、勝ちました。ありがとうございます。相手としては多分もうちょっと伸ばしてから発火すべき。てか伸ばすタイミングはあったし、伸ばす時間はあったし、もっと伸ばしてから発火されていれば、普通に俺負けてましたね。